小宅湖沼午前は、福島県大沼郡金山町の小宅湖の首と伝えられているおろじ。髪の長さが二畳もある若い美女に化けることができ、人を惑わせたり襲ったりし、近隣の村人たちから恐れられたと伝えられている。鉄砲で撃たれても死ななかったとも言われる。鎌倉時代。当時の領主、佐原十郎議連は、村人の恐れる、このおろ児を退治するため、 家来五十から六十人を率いて船やイカダで沼に、進み出た。ギレンたちがオロチを罵る言葉を吐くと、空が曇って雷鳴が轟き、大乳道が現れた。ギレンたちはこれぞ、オロチの化身と立ち向かったが、荒れ狂う波に船が揺れて自由に戦うことができず、波の中へ姿を消してしまった。湖畔で待機していた家来たちはどうすることもできず、ただ慌てるばかりであった。 やがて荒波と共に、オロチが苦しみつつ、姿を現した。その頭には、疑念がまたがって刀を振りかざしていた。家来たちもろともオロチに飲み込まれながらも、刀で、オロチの腹を切り裂いて脱出したのだ。本来なら蛇の腹の中の猛毒で命を落とす、はずであったが、彼の兜に縫い付けられていた金の観音菩薩が、蛇の毒から身を守ってくれたのであった。 こうして大蛇は退治され、ギリンはその頭を切り落として、土に埋めた。その後もオロチの怨念は、地の底から木を折るような音をさせたので、たたりを沈めるため、人々は神社を建てて、大蛇を祀ったという。この神社は、現在においても沼御前神社として、金山町に実在する。小卓湖では、この伝説を再現した、湖水祭り、大蛇退治が毎年8月の、大、 一日に開催されている。退治されたはずのオロチがその後も生きていたと思わせる伝承が残されている。ありがとうございます。